はい、iPhone13 が、発表されました。簡単にですが、詳細をまとめたいと思います。まずですね、iPhone13 Pro ですね。はい、僕がちょっと今買おうかなと思ってるんですけども、予約注文が9月17日午後9時から、9月24日発売です。もうすぐですね。価格は122,800円というところですね。はい、Pro Max、13 Pro、6.71 ですね、Pro Max。で、プロは 6.1 インチと。で、色がシエラブルーですね。新しい色ですね。で、あとはシルバーですね。で、あとはゴールド。で、あとはグラファイト。これグラファイトってなんだろう？黒色なのかな？っていう感じですね。iPhone 13 Pro です。お値段の方なんですけども、iPhone 13 Pro であれば、月々、5116円ですね。iPhone 8以降を下取りに出すと1万1000から8万4000の割引になりますよというかですね、下取りにね、出す方は、割引になるので、まあ、結構お買い得にはなりますね。プロの方ですと 1TB ですね、今回新しく加わった、18万2800円ですね。はい。で、512が15万8800円ということで、ついにね、1TB が出たということで、まあ、4K の動画とか写真が主流になってきましたので、まあこれぐらいのね 1TB の容量が必要だというところで、まあ僕はねちょっとiPhone7 を使っていたのでちょっとね 1TB にちょっと変えようかなと今ちょっと検討しております。はい、まあっていうかでも変えないともうやばいんですけどね。もうアップデがもう iOS が、多分もう結構ギリギリなんでね。はい、ゲームとかも、iPhone7 までっていうのが結構対応してるゲームがもう結構ギリギリなんでね。はい、もう変えないとやばいので、まあ、今回ねちょっと 1TB の方でやっていこうかなと思っております。はい、すごいね、かっこいいな。いやでもシエラブルーもいいよね、かっこいいわ。でゴールドが加わったのかな、このプロに。まあゴールドもかっこいいよな。この黒色のやつもいいんだよな。どうしよう、色ブルーがないから、ちょっと、あれなんだよなーっていうところなんだけど、汚れが目立たないようにっても考えると、この色かな、黒、グラファイト ?24 回払いで7616円と。なるほどね。で、18万2000円ですね。はい。よかったです。20万円超えるかなと思ったんですけども、まあ18万円と。まあでも結構な値段ですね。まあでもね、プロから 120Hz がね、対応になったということで、ゲームとかもね、かなり、滑らかに、プレイできるということなんでね。はい。そこはちょっと注目ですね。iPhone13。さあ iPhone13 は、予約注文は9月17日午後9時から9月24日発売ですね。86,800円と。ね、ピンクが出てきましたね。女性向けには結構いいかもしれないですね。はい。iPhone13 と iPhone13 mini ですね。6.1 インチと 5.4 インチ。まあね、最近のね、iPhone はもうちょっとでかいっていうのもあるんでね、まあ mini をね、使う方とても、増えてきてるんでね、いいんじゃないでしょうか。耐久性の高いフラットエッジ。ここまで大きく進化させたカメラはどのように iPhone を収めるか。その答えは対角線。45度の角度に調整し、 iPhone 史上最高のデュアルカメラシステムと iPhone 史上最大の広角カメラセンサーを組み込んでいますと。光を 47% 多く取り込み、写真とビデオを一段と美しく捉えますと。まあ、iPhone 13 mini はね、結構普通に使う人にとっては結構いいんじゃないかなと思いますね。ポケットにね、やっぱ収まるのがいいですからね、ちゃんと。はみ出ちゃうとね、ちょっと落とす可能性とかあるんでね。このシネマティックモードもね、ちょっと使ってみたいですね。フォーカス送り。これいいな。すごいよな。こんな感じなんだ。撮影後でも奥行きを調整できますと。へぇ。充電もパワーアップ。これ重要ですね。これまでと比べて iPhone13 は最大 2.5 時間。iPhone 13 mini は最大 1.5 時間をバッテリーが長持ちしたと。ほうほうほう。バッテリーもパワーアップしましたよということですね。12より。スピードが脅威。A15 ですね。他のスマートフォンよりも最大 50% より速い CPU。これよりも速いスマートフォンのチップは iPhone13 の Pro のチップだけと。
なるほど。これより早く速度を読み込むのは iPhone 13 Pro ということですね。 iPhone なら 5G はこんなにすごいと。まあ今ね 5G もね、対応していますけども、まだまだちょっと普及にはねちょっと遠いかなと思うんですけども、世の中にねまだちょっとね 5G の、 あの電波を受け取るところが少ないんでね、まあ、もう 1,2 年経たないとねちょっと普及がまだって感じですけども、まあ、一応 5G にもね対応していると。 iPhone 13 mini だと3616円ですね。月々24回払いか16800円、13が98800円と、128で3600円で、512GB で5000円か、256で4116円と。いや、ついにね、iPhone 13がもう今週の17日に、予約開始ということで、で、来週の24日か、発売なんでね、いや、楽しみです。はい、ということで、今回の動画、以上になります。ありがとうございました。